Z 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。1941年度戦時予算に基づく第10次戦時急増艦隊として8隻が建造され、1944年に揃って収益した。全艦が第2次世界大戦を戦い抜き、戦後はエジプト海軍とイスラエル海軍に2隻ずつ供与されたほか、1隻が15型フリゲートに、 回収された。第二次世界大戦の勃発を受けて、イギリス海軍は戦時緊急計画を発動し、駆逐艦の急増に着手した。まず、1940から1年度計画で建造を予定していた中間的駆逐艦の建造を前倒しして、O 級、P 級が建造された後、新しい戦時要求の繁栄や急増に適応した設計への変更が図られ、 QQ, RQ, SQ, TQ と1940年度戦時予算の下で6時に渡る戦時急増艦隊の建造が進められた。1941年2月1941年度戦時予算ではさらに5時に渡る戦時急増艦隊の建造が盛り込まれることとなった。u、Q、v、Q、w、Q、に続き1941年度間の 第四陣として1942年2月10日に発注されたのが本級である。同年度予算で建造された U 級、V 級、W 級の巡動軽艦であり、J 級以来の単煙突、選手老型という船型のほか、救急で導入された燃料搭載量の増大や復元性の改善、完備のトランサムスターン、また S 級で導入された。 トライバル級と同様の監視形状も踏襲された。機関も救急、R 級以来の構成が踏襲され、アドミラルティ式三同型水管ボイラー、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。イギリス海軍では1940年より、レーダーの艦載運用に着手してきたが、この画期的なセンサーから得られる、膨大な情報を適切に、 作戦行動に反映するためには、艦内組織にも変革が必要であった。まず導入されたのが、レーダーを含む目標情報を集中処理する区画としての AIO であった。これは、バトル・オブ・ブリテンでの国土防空に成果を上げたフィルタールームコンセプトに反を取ったものであり、また、アメリカ海軍の CIC と気を一にしたものでもあった。本級の共同艦である。 ミングスの解図室を拡張する形で AI o 区画の配置が検討された後、ゼスト、ゾリアック、ザンベジ、ゼラスで AI o 区画が設置された。また293型レーダーの実用化に伴い、これで補足した目標情報を射撃式に直接活用するための中マイナスにも開発され、1944年6月以降の竣航艦で装備されるようになった。 ただし、C 級以降では、中の専用区画として、ティルが設置されたのに対し、本級ではこれは省かれた。イギリス駆逐艦の艦砲は、第一次世界大戦末期の改め、W 級以来、一部の例外を除いて45口径12センチメートル砲が連綿と採用されてきたが、性能の陳腐化が指摘されていた。1942年2月、第三軍協は、 同年度以降の間では、新開発の45口径1 1 4トル砲を搭載することを決定した。この決定は、本級にも、訴求的に適用されることになり、これによって、本級では45口径1 1 4トル炭装砲が採用されている。一発あたりの弾量は、従来の45口径1 2トル砲よりも重く、また、 弾道特性も45口径 12cm 炭素砲よりも良好であった。ただし砲側、SQ などの45口径 12cm 炭素砲で用いられていた最大行角55度の CP マーク22に所定の改正を加えた CP マーク V であり完全な療養砲化は持ち越しとなった。また射撃式装置としても新開発のマーク 方両用方位板を搭載する予定であったが、これは開発が間に合わず、後者、弊社を切り替えて使用するマーク、I タイプ系方位板の搭載となった。なおこの系はジャイロ安定化装置が導入されていることを意味しており、K タワーとも称される。近距離用の対空兵器としては、S 級以降標準となったヘイズメイヤー式の FCS 連動56号計 40mm 連装機銃1機と70号計 20mm 連装機銃4機が基本構成とされていた。ただ下の環球と同様に敵に回収が行われたために艦ごとの差異が多く、例えばミングスでは環境張り出しの70号計 20mm 連装機銃の 代わりに三十九口径四十ミリメートル単装機銃、単装刀の代わりに五十六口径四十ミリメートル単装機銃マーク三を搭載したほか、ゼファーやゼニスも七十口径二十ミリメートル連装機銃の一部を三十九口径四十ミリメートル単装機銃に換装、またゼラスは二機、ゼブラも四機の三十九口径四十ミリメートル単装機銃を搭載した。 ただし、L 級、M 級の50口径 12cm 方よりは軽い。ABCD1945 年に変更後のペナントナンバー。ありがとうございます。